様、秒速5センチメートルいかがでしたでしょうか。多分気持ちがすごいサッと今流れてると思うんですけれども、ここからですね、楽しいニコ生始めていきたいと思います。ここからはこちら、映画君の名は公開記念スペシャル。さあ、ということでございましてですね、改めまして私、MC の鷲崎武史でございます。よろしくお願いいたします。さあ、この番組はですね、映画君の名の公開を記念した特別放送と、なっております。それではですね、本日の出演者さん、ご紹介しましょう。まずは、橘滝役の神木隆之介さん。よろしくお願いします。神木隆之介です。よろしくお願いします。神木キュン、神木キュンと書き込みが止まらない感じでございますけど、よろしくお願いいたします。そして、宮水光葉役の、上白石萌音さん。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、いろんな情報をお伝えしてくれます。なんだろうそれ、いろんな情報をお伝えしてくれます。アニメーション研究家の氷川隆介さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、もちろん、映画君の名の監督でございます、新海誠監督でございます。ああ、よろしくお願いします。新海です。お願いします。よろしくお願いいたします。はい。ということでございまして、映画の公開となった8月26日の放送以来ですね、2回目のスペシャル、放送でございますがですね、1回目が先週行われた。あ、はい、そうですよね。はい、その時はお二人でやられたんですよ。それ何のお話したんですか。公開初日ですもん。初日に映画の話を主に。でもできることできない、まあ、今日もできないこといっぱいありますけど、まあ、そうですね、あのいろいろこうなんかこういろいろくぐりながらしていただきました。いい感じに巻きながら告知の網の目をくぐりながら、はい、いろんな、そうですね、1回、スペシャル放送やっておりますが、その時は監督いらっしゃらなくて。そうですね、すごい聞きたかったんですけど、僕舞台挨拶に変わってて、僕は僕で仕事してましたからね。はい、サボってはないですね。そう、サボってはないですね。ということで監督立ってのお願いで、はい、俺もニコ生やりたいと言ってないいう感じですね。もう早くも願い叶ってですね、はい、2回目が始まりましたけれども、まずは大ヒットおめでとうございます。ありがとうございますね。なんか今日もずっと、先週も舞台挨拶行ってらっしゃったんですけども、はい、その後も舞台挨拶ずっと続いてやってらっしゃったんですよね。いや、今日はあの、ね、大ヒット舞台挨拶というのをやっていただいて、今日まさに先ほど、はい、舞台挨拶があった、はい、いかがですか、どういう感じですか、舞台挨拶って。いや、まあ、普通にこう進んでってたんですけど、ね、急に僕らが知らないサプライズだということで。サプライズがありますか、舞台挨拶。はい、ありました。まさか、まさかの、ラッドウィンプス、はい、さんが、はい、登場、サプライズ登場をしてくださいまして、はいはいはい、でそれでね、あのアコースティックギターで、全然前世を洋次郎さんが生で歌ってくれて、それすごいですね。ライブでした。そしてさらにモネネンの歌声も。モネネンって誰ですか。いや、モネネンですよ、モネネンですよ。急に出てきた、今日初めて出てくる赤の中でモネネンの、はい、モネネンの歌声を、はい、あ、歌ったんですか。そう、なんでもないよ。ヨジロさんに舞台に呼ばれて、はい、ちょっと急なんですけど歌って、一緒に歌ってくれないっていう風に。それも本当のサプライズだったんですか。いや、もう本当知らなくて、すっげー、私はその前の全然前世でボロ泣きしてたので、歌えないって思ったんですけど、はい、もう気合と愛で、気合と愛で歌い切りました。前世まではちゃんとサプライズっていうことでやってたんですけど、はい、みんな知ってたんですか。野田さんが、なんでもないやおもれねんと、はい、あの一緒にっていうのは、うん、本当に野田さんが、はい、その場で、あ、歌いたいなって多分思ってその呼びかけてね。いや、びっくりしますね。びっくりしますよね。でもね、聞きながら泣きそうに、うん、こっちが泣きそうになりましたよ。その余韻に浸りながら、うまく帰りなかったです。そうですね。それは今日舞台挨拶行った人は本当ラッキーですね。いや、本当そうだと思います。上映前挨拶、上映後です。上映後挨拶、はい、よかったですね、上映前挨拶で。いや、映画館前そんな盛り上げて、そんな泣かれちゃった日には。それはね、おかしいですからね。みたいなこともあると思いますけれどもね。ということでございましてですね、まあ、本日は君の名のお話、いろいろ伺いたいんですが、まずは、先ほど上映会ございました、秒速5センチメートル。こちらね、皆さんもご覧になってからのこのニコ生だと思いますけれども、こちらのお話を伺いたいんですが、神木さんはもう、はい、僕はちょうど今ライフが削られてそうですね、ちょっと戻ってきてない状態なんですよ。いや、すいません、本当に。いやでも素敵なんですよ、美しいんですよ、本当に。神木さんだってね、さっきも映像を見ながらリハ中なのに、うん、秒速の映像を見ながら小説版ではこうだって話してました。そうそうそう、あの昨日の夜にその小説を読み返してマーカー引いてで、その後ちゃんと映画を見て、はい、ってなって今ここに。うまく言えないですけども、
マジモンですね。ガチですね。ガチ勢ですね。そう、そのことの葉でも、はい、その使われてたんですよ。あの、まあ、この映画でも世界の秘密とか、あ、そうですね、あと監督が使う多分っていう単語だったりだとか、なんかいろいろこの映画にも共通する単語とか、マーカー引きながら、こう一緒だとか、こういうつながりがとか、あ、でも本当に赤いマーカー引いてあったよね。あ、そう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 。そうですね、マーカーっていう秘物ですもんね。そう、あの、マーカー引いて。あんま見ないですよ、マーカーを小説に引く人。そう。なんかいろいろ。いろいろマーカー引いて、そう、目が覚めた時、私は夢の内容を忘れていたっていう一言がすごい素敵だなって思って、ちょっとね、君の名は愛が重たい、神木さん、愛が重たい。テストに出るぞ、テストに出ます。テストに出ますから覚えておいてください、聞いておいてくださいねえ、そうなんですよね。こう、まあ、難しいと思いますし、あと今回の、流れの中でいろんなところで語られると思いますけど、神木さん、秒速 5cm のどこが魅力、どこがいいところでしょう。割っちゃいましたもんね、は。いや、もうもうモネネンって呼ぶちゃうことにしますけど大丈夫ですかね。長いですよ、ね、こっから長いですよ、ね、もう高校1年の時に生放送ですよ。初めて秒速 5cm を見させていただきまして、その時にやっぱり、はい、圧倒的な映像美だったり、はい、本当に魅力が一番、ね、もうたくさんあるんですけど僕はその音だなってすごく思っていて、はい、監督にもあの取材でお話をさせていただく機会がすごく多かったんですけど、うん、はい、その間もあの部屋の中で缶を蹴る音、そうですね、ビールの空き缶を蹴ってしまう音がすごくなんか、なんだろう、無情っていうか、なんかこう、なんかすごい、なんだろう、すごい攻撃されてるような、なんかその状況を全部物語ってるような音だったりだとか、あとはパソコンのキー押すカチャカチャっていう、あのオフィスの、なんだろう、無表情な音っていうか、そういうの、あとなぜかエレベーターの中で鍵が落ちる音が重かったりだとか、なんかもうね、なんかすごい、なんか耳を澄ませてても目をつむっても聞ける映画。神くんもこの話してる時本当にもう目がキラキラして、そうなんですよ、ね、この目をこの1ヶ月僕も見続けてる、トンボを追っかけてる少年のような感じで、一瞬コスモナウトの題名が出る時のあの弓の音でちょっとハッとさせられるんですね。ちょっとパンパンっていう一歩も引かない、始まるんだから、一歩も引かない、ちょっと長くないですか。ここもテストで出ます、テストで出るんで。木川さん、どうですか、音ということでございますけど、はい、やっぱり新海さんの作品になったら音っていうのはやっぱり重要ですか。音も重要ですね。 あと秒速5センチで僕すごくあの思い出深いのはですね、はい、あるオーディオビジュアル雑誌で、はい、新しいテレビができましたと、うんうん、新しいブルーレイでね、あのテストしてくださいって時にね、うん、何がいいですか、秒速5センチに待ってるんじゃないかって、チェックで聞くのはもうこれしかねえぞというぐらい、うんうん、でどこを見るんですかって言ったら、ロケット打ち上げですよ。あの雲の後ろをこう通っていく光が一瞬パーッとかなるじゃないですか、はいはいはい、あそこ僕当時劇場で見て、はい、本当にね、あのこういう商売してるんで、はい、一応アニメ見ると分析するじゃないですか、うん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 、これはどういう素材を使ったと、はいはい、あの瞬間だけ本当にね、本当にロケット打ち上げのところに立ち上がってるような3秒ぐらいですけど、そういうだってもう石川さん、200年ぐらいアニメ見てるじゃないですか、そこまでね、50年、50数年ですとはいえ50数年見てらっしゃって、お仕事で本当に大胆もしてらっしゃって、そういうことってないんですけど、はい、あのもう実写と見間違えた言葉じゃ、そうじゃなくてもそこにいる感じがあって超びっくりしたんで、本気で心を持ってかれちゃったっていう、だからまあそういうチェックするにもそこを見ればもう大体どれぐらいブルーレイがキレイにするか分かりますからって言って力説したのすごい、チェックで使うぐらいの、そうです、ベンチマークね、ベンチマーク動画とかにしていただいてたり、こう勝手にね、お客さんがニコ動とかに上げてこう高画質チェックみたいに使ってくださったりしてて、ね、ありがたい、それぐらい情報量がぎっちり詰まってると、繊細なこの段階、はい、会長っていう言葉なんですよね、はい、まあ、なんか分解能とかそういうのもすごい監督だと思ってるんですけど、あの世界見る目線がね、はい、こんなに情報が世の中に溢れているんだってことを、はい、こう美的にちゃんと捉えてるっていうところで本当に美しいですよね、本当にこう切ないところも、空とかなんていうんですよね、有機的なものも無機的なものも、なんかどっちもが美しく見えるというか、モネネももちろんモネネって俺ね、ごめんなさい、いやモネネモネネ、あの上白石さんもご覧になられましたよね。もちろんです、はい、どこが魅力的だと思いますか。なんか
この場すごいですね。順番間違えました。すいません。あ、そうですね。いや大丈夫。重たい肉を2枚食べちゃいましたもんね。だってあの監督ご本人と、はい、あと役者の目線からと、あと専門家の目線からっていう、はい、後で私がすいません。でも純粋にね、やっぱりそうですね。じゃ男子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 、そうですそうです。女子の見た目で聞きたいです。私はファミレスみたいだな。私は特にコスモナウトが好きなんです。はいはいはい。あのまず、あ、初めて見た時に、はい、私鹿児島出身なので、はいはいはい、種子島っていうのでまず、うん、種子島を映画に取り上げるっていうのがすごいまず嬉しくなったのを覚えているし、あとはなんだかこの人事じゃない感じがあって、その田舎での、あんなことありましたか。私にはなかったんですよ。でもこんなことがあったらよかったなっていうのもあったし、あと私好きなセリフがあって、はい、あのもし私が犬だったら尻尾を振ってたなって、だから私が犬じゃなくてよかったっていうバイク追っかけてるセリフが、セリフがもう全部カンパス入れるんですよ。カンパス入れるんですよ。タレントコメンタリーが入るんですよ。そこが大好きなんです。なんか女の子の気持ちを本当に、あ、こう表現されてしまったらもう図星だなっていうのがあって、ちょっと人から他の方から聞いたんですけど、こうモネネンがこう言ってたよって、なんで高木くんはかなえちゃんと付き合わなかったの。そうなんですよ。あ、まあ、すごいクリティカルな、こう正直俺も思いましたよ。なんかもう完全に私はかなえちゃんにもう感情移入をしてたので、うん、高木くんってずっと思っていて気づいてやれよって、ね、そうなんですよ。なんで宛先のないメール送ってるのって、まあ分かるんですけど、まあ、隣にいる女の子と、に向き合ってほしいっていうのをすごいかなえちゃん目線で思ってしまって、まあ、でも女子としては秒速見ててどっちに感情移入するってかなえちゃんの方が、まあ、もちろんその描き方としてもしやすいですものね、うん、そうですね、なっちゃいますよね、目線は。かなえちゃんですね。そう、すいませんでした。ユーザーからもメール届いておりますよ。これはいいペンネームですね。ところジャージさんからいただきました。ジャージさん、いくつなんでしょうね。電車が過ぎ去って女の子が消えていたシーン、自分とシンクロして涙が止まりませんでした。どうして待ってくれなかったんだと叫びたいです。自分とシンクロしてってのはなんかそういうご経験が終わりだったんですかね。踏み切り、踏み切りで。そうなんだ。でもまあ初恋を失うって大体みんなあるじゃないですか。はい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 、ね、ありました。初恋ありますよ、もちろん。なんか俺なんだと思ってるんですか。泥人形だと思ってるんですか。人のこと。いやいやありますよ、初恋ぐらい。そうなんですよ。だから、うん、こうやっぱりどっかやっぱ重ねてもらえるんじゃないか。はいはいはい、まれにその小学校の時初恋落ちた人と結婚したっていう方も中にはいらっしゃいますけど、ね、そんなにモテる人って、神木、神木くんはそりゃ失ってないかもしれないですけど。いやいや、そういうのあるんだ。そういう監督家の矢印。いやいやいや、いやいや、もういっぱい失うものは失ってきましたよ、ちゃんと。ちゃんと失うべきものは失ってきましたよ、ちゃんと。ちゃんと、もちろん、モネちゃんも。私も初恋は失いました。あ、失った身なので、すごく来ましたね、みたいな。だってね、はい、13歳で初中でしょ。上手な人はないわ。早いですね。早いですね。監督いくつですか。え、初恋ですか。初中ですよ。タレントには聞けないから。あ、監督と氷川さんに聞きますから。水飲んじゃった。次のメールいきます。はい、美穂、あと仙台からさんいただきました。女性の方でございます。秒速5センチメートル、あの男女の気まずさ、ドキドキしました。甘酸っぱいようなあの感触を追体験できたような気がします。また私の胸にグッと刺さる作品を期待しております。ありがとうございます。ということです。あの本当に僕その年寄りというか、まあ40過ぎなんで、その新海作品にあるこの初恋、失われていくこの初恋の感じがノスタルジーとともにキュンキュンするんですね、この世代には、うん、でもあの話前後しますけど、僕今回君の名はもう劇場で見させていただいて、本当に高校生とかいっぱい見に来てて、リアルにその世代にもちゃんとなんかこうあの切なさとか、あのセンチメンタルみたいなのが育ってるんだなと思って、なんか嬉しいとともにびっくりしましたね。意外に40もね、15も変わんないかもしれない、うん、変わんないんですかね。変わんなくないですか、先生。まあ、永遠にそうね、あのこう
層が折り重なってくるようなものなんで消えちゃうもんじゃないんだと思う、ね、うん、あそうですよね、そ う, いうことそうかそうか、うん、そうかもですね、うん、なんかレイヤーですよ、僕が言った層が、はい、アニメの話じゃなくて今の初恋についての話ですもんね、アニメの話じゃないマカオさんからいただきました。秒速5センチメートル。質問ですが、納屋のシーンで思い出しました。モチーフになったのは北の国からでしょうか。ああ、毛布にくるまって2人で一夜過ごすとかな。そうですそうですそうです。僕あの北の国からのあのエピソードが大好きで。でもわかります。はい、吉岡さん、はい、純くんと、はい、レイちゃん。そうレイちゃんが、はい、でほら濡れてて雨が降ってくるんですよ、うん。夏で土砂降りに降られちゃって、うん、で濡れた制服のまま、はい、東屋に駆け込むんですよ。はいはいはい。でレイちゃんが脱ぐんですよ、ね。そうそうです監督。そうそうですそうなんです、ね、あれがやっぱりなんか思春期の原風景の一つ。多分。世代的に割と近いと思うんですけども、近いです近いです。すごい胸に刻まれてるんですよね。そうなんですよ。あのシーンが、はい、あんなことなかったんです。はいはいはい、僕の人生には。そうですそうですそうです。なかったから、はい、もうアニメを作るしかなかったですよね。あうん、いやこう何でしたっけ、でもねブラジャーの紐とかが、そうですそうです。そうそうそうなんですね。ね、なんかあったんだっけな。あったかも、うん、そうです。今北の国からスペシャルをお届けしておりますけど変わっちゃったそうですね、あのあれが刻まれてますね。ですね、ご指摘の通りです。ですね、やっぱ北の国から、でもそうやって監督が今まで、受けてきたいろんな、うん、その作品のオマージュであったり、うん、それをモチーフであったりみたいなものが作品の中にいろいろと入られてるってことですよね、はい、もちろん、はい、そうですね、ということでございますけれども、さあじゃあ次にどんどん行っていいでしょうかね、じゃあ次のコーナー行きましょう、ここからですねもちろん、秒速の話を先ほどしましたけども、新海作品新海監督の作品をですね振り返りたいと思います。では、ダイジェストにしましたのでこちらをご覧ください。どうぞ。はい、さあご覧いただきましたね。こちらいろいろとですね作品の振り返っていきたいと思うんですけれども、順番でいきましょうかね。じゃあね、じゃあまずは星の声は、はい、まあ正直当時の話題でしたもんね。ね、大衝撃をね与えましたし、はい、あのやっぱり星の声以前以降ですごい状況が変わったと思うんですよ、ね。本当ですか。うん、やっぱりあのデジタルが入ってきて、うん、アニメーションね。どんどんデジタルが入ってきて、はいはい、ちょうどその星の声の時期に、はい、少量アニメーションも全部フルデジタルに変わっていく時期なんですよね、はいはいはい、でその少量アニメーションの表現も変わっていく時に、はい、あの新海さんがたった一人でここまでの、はい、あの表現ができるってことを実証してしまったがゆえに、はいはい、多分その後に新アニメを与えた影響もすごい大きいと思うんですよね。新海さんが一人でやっちゃったから、はい、後の人が大変だった、ね、だプロはもっともっとすごいことやらなきゃいけないみたいなことなんかも含めて、でもそうですよね、これが2002年ですね、2014年、はい、いやでもすごいですよね。29か30ぐらいだったんですけどね。よし一人でやったろって思ったんですか。あの僕ゲーム会社に勤めてて、はい、でなんか会社は楽しかったんですけど、うん、でも何かこうゲーム会社でゲーム作ってるだけだと、はい、こうそこに収まりきらない気持ちみたいなものが、うん、あったんですよね、うんうん、その会社は会社でこうファンタジー RPG とかやってて楽しいんだけど、はいはい、でも自分たちの日常ってこう電車乗ったり、はい、こう自動販売機で何か買ったりとか、うんうんうん、こうスイカをピッてやったりが日常じゃないですか、はい、そこの部分が全然仕事から抜けちゃってるなっていう気分があって、そこで何か作りたいっていう気持ちがあって、で思い切って会社辞めて、はい、高木じゃないですか。高木君日々弾力を失って高木じゃないですか。やりにくいな。そうですね。でもまあそんな気分はあったかもしれないですね。はい、うん、知名度のあるファンですね。隣にいるからね。そうですよね。地上と宇宙ね、引き裂かれる恋人のようですからね。そうです。あれなんかグッときますよね、あの言葉。衝撃的ですよね。ね。ありがとうございます。そう。あとあの携帯、まあ、厳密には PHS ですよね、はい、あれの画面をうまく演出に使うっていうのが、はい、あれもすごい当時新しかったと思いますね、ね、その割と新海作品にはこう出てくるモチーフでもあったりします。手紙というかこうメールですね、うん、こう言葉でのああいうやり取り、そうですね、最後2行だけしか見えなくてっていうのがまた泣けちゃうんですよね、うん、飲み行く。まあまあ、酒は欲しくなってきますね。そうなんですよね、まあちょっとごめんなさい、他の作品も聞きます、続きまして雲の向こう約束の場所でございますね、あ
吉岡さん、そうです、はい、出てらっしゃって、あ、しかも北海道、そうなんですよ、あれ、北の国からリスペクト早くもここにもう、はい、もうあの納屋が忘れられなくて、はい、吉岡さんに体験させられた、はいはいはい、責任取れと、そうなんです、それでこう責任取っていただきました出ていただきました、出ていただきましてね、うん、はい、この作品ではそうだ、作詞もされてる、あ、そうですね、ね、はい、エンディングの作詞をそういえば、はい、しましたね、そうですよね、うん、作詞はいかがでした、作詞はこれがあ、そう、これが雲の向こうが初めてでしたね、はい、君の声っていうタイトルだったかな、うんうんうん、いや、楽しかったですよ、絵を描くよりずっとやっぱりこう楽しい、ね、まあ、全然違う、ね、まあ、作業ですもんね、そうですね、こんなこと言ったら怒られると思うんですけど、はい、あ、なんて楽なんだひどい、旗揚げに絶対ぶん殴られる、いや、すみません、本当に、いや、ね、いや、そんなことないんですけどでも、なんていうのかな、はい、その文字表現と、はい、その文字表現のコストパフォーマンスの良さみたいなものっていうのは圧倒的にあると思うんですよ、それはこうアニメーションより漫画の方がコストパフォーマンスはいいじゃないですか、で漫画より小説の方がコストパフォーマンスはいいですよね、で小説より多分作詞の方がコストパフォーマンスが良くないですか、それが言いたい話じゃないですか、羨ましいなという話です、まあでも詩を書いてらっしゃる人は、うわもうこれが絵にできたらどれだけ嬉しいかっていうふうにも思うんでしょうし ね、 そうでしょうね、なんかお互いにこうクリエイター同士はこうもどかしい思いをされてるんだと思いますけれども、はい、そして時系列的には次が、秒速 5cm、 もう一回話しますか、はい、もう大丈夫、もうあれですよ、伸びちゃうんで星を子供がありますね、はい、はい、そうですね、頑張って作った、エンターテインメントに挑戦ってことですね、そうですね、でも結構星を子供作った経験が、その今の今回の君の名前につながってると思うんですよ、あの時にいろんなことを一生懸命やろうとしたんですね、はい、でうまくいかない部分が後から振り返ってみるとすごくたくさんあったんですけど、でもあそこで大きなジャンプを自分はしようと思ったんですよ、でできてる部分もあったかもしれないけど、できていない部分も多分確実にあって、それを何とかしようと思って琴の葉の庭があり君の名はがあるので、うん、あれはやっぱりこう作れてよかった作品だし、長編ですね、そうです、初めての長編ですね、初めてじゃないや、雲の向こうが初めて で、まあ、でそのに続く2作目の長編でしたね、まあ、でもびっくりしましたよね、うん、割とあの王道のファンタジーものでもありね、そうですね、うん、そういったものに挑戦されるそうなんです、でもどこか根っこが和風だったりするんで、そうですね、あのモチーフ的にはテーマ的にはずっと連続感はあると思いますけれども、ね、はい、という作品でございましたけど、そして、続きまして琴の葉の庭、こちら2013年でございます、はい、畑さんがそうです、はい、レインをカバーしてくださって、ね、これで僕3人で一緒に、うん、そうそうそう、イベントあれそうタワレコードか、あっニコ生もやってたんか、そうですね、そうです、タワレコでね、はい、やって畑さんいて、そうです、もう畑さんの女の子のお客さんがいっぱいいる中、畑さん挟んでヒゲメガネが、そうですね、四重デコボコのヒゲメガネをこう挟みながらこう、そうですね、どうしましょうなんつって、いやーなんか楽しいおじさんがいるなと思ってあの時の脇崎さんが忘れられなくて、はい、今回お願いします、今回そうなんです、ご指名いただきましてありがとうございますただどのトーンでやったか全然思い出せないんですけど大丈夫、大体この感じですこれは琴の葉の庭もね、はい、切なかったりこういいシーンがいっぱいありますよね、もう神木くんは琴の葉の庭も長いよね長いですか、雪の先生の、はい、始まったいいえって言うと、はい、いいえってこう上からのこうだからもうねすごいね、どっかでお会いしました、はい、っていう時は、はい、いいえいいえ、いいえってのこのこの上からと下からのいいえ、失礼しましたいいえ、もううん、どっかでお願いしました家、失礼しました家だ、おお素晴らしい、すごい、それは役者としてやっぱりこう見て、いやもう心地いいです、心地いい、聞いていてもうああ花沢ボイスってことですか、もちろんですよもちろんですよ心地よい花沢ボイスにそうです、のシャワーに打たれたいってことですか、そうです、もちろんですよ、神木くんだってね、好きな声で花沢香菜と柳凪って言ったのあなるほど、そうなんです、そうなんですよ、わかる、でもモネネもその系譜に連なって、あでもそうですよね、いや恐縮ですありがとうございます、この流れで何言っていいかわかんないです、言葉の意味はでもあちょっと見てて、はい、僕はこの話をしようと思ってたんですけども、はい、若干エロいなと思ってます、エロい、あの足エロいですか、足のサイズが上がるとこ、ね、布団にベッドにドーンってちょっとドキッとね、胸がね、え、エロいとモネネは思ったとこありますか、どういう振りですか、あんなとこで裸足でこうやって
なんかエロいというかね、ドキッとはしますよね。また綺麗な足なんですよ。綺麗な足なんですよ ね、 すよね。アニメですからね。それだなと思いました。ですか、ね、実写であれ撮ろうと思ったら相当大変ですよね。足オーディション。そうですね、足オーディション。足オーディション必要ですね。足オーディション必要ですよね。あれはもうぜひ、はい、足を測りたいと思われたわけですあのでもその、まあ、男子高校生が憧れの年上の女性の素足に触れるっていうことはやりたかったんです、はい、おお、そうですか。そう、随分まっすぐそこに向かってました、はい、意外と、はい、そうなんですね、はい、あの、まあ、でも靴職人にすれば、うん、合法的に合法的なあのもうちょっと難しいことを考えてたとは思うんですけど、はいはいはい、あの今振り返るとそんな気分だったかなっていう気は、はい、一番最初は、うん、はい、その作品の やりたいことがあって手段があったことがあるいやでもなんか誤解を受けますよ ね、 そうですね今のところ多分、はい、リスナー的にはことのはの一番核の部分には監督のフェチズムがあるから、はい、まあ、そうではない、そうでは決してないんですと、うん、いい作品になってると。でも高校生がドキッとすることってなんだ、本当にリアルにドキッとすることってなんだろうって考えると意外と難しいですもんね、うん、そうなんですよ、情報も溢れてるし、うんうん、その中でそうなんです、なんか指に触れるとかだとねドキッとはするけど、うんうん、本当にこう人生に刻み込まれてしまう、はいはいはい、あの君あの北の国からの納屋のような気分がやっぱり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 そうなんです、あそこに匹敵する何かエモーションが欲しくて、はい、足をね、はい、なるほどね、はい、もういいですか、もういいですそういいです、はい、ということでございましてですね、はい、まあここからはですね、お待たせいたしました君の名の、お話伺いたいと思いますが、まずはじゃあ改めてですね映画の予告編の映像というのを、見てみたいと思います。よろしいでしょうか。それではご覧ください。どうぞ。よっ、ワイプゲー、ナイスワイプゲーでした生声で聞いてよかったです生で聞けましたよ ね、 生でアフレコしてましたもんね市原さんのボイスまでやってましたねえ、おじゃ君の名でございますが、映画興行ランキング第1位でございますよね。ありがとうございます。そしてラドウィルスさんのアルバム君の名も、オリコンウィークリーチャート第1位、ありがとうございます。そして原作小説君の名はこちらですね、先ほど情報入ってまいりました、なんと60万部突破でございます。ありがとうございます。いろんな方、秋元先生とか秋元先生さんとか、岩井俊二監督とか、ジブリの鈴木敏夫さんとか、南海キャンディーズの山ちゃんさんとかね、スピードワゴンの小沢さんとか、モーニング娘。の工藤遥さんとか、いろんな方がですね、もう大好きすげーいいっていろんなところでおっしゃってるんですけどもね、これは何でしょうね、氷川さん、この君の名の魅力というのは。そうですね、やっぱりあの青春ドキュンっていうそういうあの作品がですね、やっぱアニメには必要なんですよ、うんうんうん、アニメはやっぱりそういう思春期のある心とね、体がちょっと不安定になるような時期の、うんうん、ある一瞬を何かこううまく描くための芸術 で、うん、でちょっと長らくこうこのジャンルのですね、このドストライクとゾーンがちょっと空いてたんですよ、うんうん、そこにうまく入った感じがするし、うん、あの、まあ、新海さんのフィルモグラフィー的にもね、こう大きくステップアップしていく中で、ちょうどなんかいろんなことがうまく合わさって、うんはい、今この瞬間に結実してる、うん、あの劇中でやってるみたいなほら紐がこう組み合わさってみたいな、 あれがまさにこの作品にも表れてる感じがして、うん、非常にあの心洗える感じがし、うん、いいですね、はい、そのさっき僕も言いましたけども、劇場で見て本当にその僕はもうこういうの始終でこぼこは泣いちゃうんですけど、ちゃんとこれがその高校生たちも見て同じようにそこがいいところなんですよ。そう、響いてるっていう、自分たちの物語だってちゃんと若い子が、今のリアルね、中高生の人たちが自分たちの映画だと思って、うん、自分たちで発見してる感じがいいんですよ。ですよね、なんかそんな感じがします、ここまでのムーブメントっていうのは。ね、どれぐらいご覧になったでしょうね、皆さんね。今ちょっと聞いてみてください。そうですね、そうか、皆さん今日なんかあの舞台撮影は2回目、3回目とおっしゃってくださってる方もいらっしゃったんですけど、どのぐらい今皆さん見られてたりとか、はい、見たって方、はい、見たって方挙手あ、3回、4回、5回、5回、ありがとうございます。5回、あ、すごい、すごい、これが手なんだ、これが手なんです、すごい、あ、本当に複数回見てる方が多いですね。月曜日行く、あ、お楽しみに。
そうこれね、何度も見るとね、あの、はい、いろんな細かい伏線であるとか、はいはいはい、あこの信号機のこの色がこういう意味かなとか、そういうことまで、ね、いろいろ分かるのが出てきて、ね、面白いですよ。オープニングの流れ、オープニングって言ってやっていいのかしら、うん、オープニングの映像から何からこう、細かいことにこう伏線とかね、うんうん、ディテールとか、あるいは背景のここら辺こういう意味があるのかっていうの、うんうん、なんか深読みがいろいろできるんで、うん、味がすごくいっぱい、何度もぜひ見ていただきたいです。カメラとカモと出てくる感じの、うん、まさにね、僕ね、隣で見てる人が2回目なのか3回目なのか、なんかお友達と2人で来てて、はい、そのもう何回か見てる感じだったんですけど、うん、はい、始まる前から泣いてました。あ、それ分かる。なんかスイッチ押される感じがあるね。もうスイッチがもう、うん、あーってもうなるんだと思います。一回見ちゃったら、ね、最初の討論のところからもう、ね、そうですね、あのあこのまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのになって、うん、もうなんて歌詞なんだって、ラッドウィンプス、うん、ね、うん、すごいですね。田田さんも監督が、そうです、あの大ファン で、はい、でも後から聞いたらほら、まさみ先輩もね、ファンで、まさみ先輩もね、まさみ先輩、ね、2人も、僕も大好きですけどね、はい、そうなんです。でお願いして、はい、まさかやっていただけるとは思ってなかったんですけど、ダメ元だったんですか、じゃあもう。いやだから陽次郎さん、ラッドウィンプスがアニメーション誰かとこうタイアップをして何かをやるってイメージがなかったんですよね。でも未知のことだからやってみたい、うん、それは素晴らしいことですね、うん、でこの作品が出来上がってあのシーンであんな風に歌声が流れるって本当に、そうなんです。あの これいろんな場所でもう言っちゃったことなんですけど、陽次郎さんに最初に会った時に、はい、彼が僕に言ってくれたのが、はい、こう僕のことを諦めないでくださいって陽次郎さんおっしゃったんですよ、うん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 、すごい言葉だと思って、もう諦めずにどこまでも妥協しないでくださいとか、はい、やっぱりこの辺でいいやっていう風に言わないでくださいって今だと思うんですけど、あれだけ自分の世界がある人が、そうですよね、僕のこと諦めないで、自分の作品に対して誰かのコントロールが入ることを、うん、多分とてもその、うん、嫌がってるというか、うん、デリケートだと思うんですけども、 うん、そのコラボレーションが今この選手があったっていうことがまずすごいですよね、うん、はい、本当にもうこの映画を支えてるのがラッドウィンプスだと思いますね、うんうんうん、はい、そして、じゃあですね、じゃあ映画にまつわるですね、質問もしていきたいんですが、じゃあまず最初の質問はこちらでございます。ドン、さあザクッと、ああ、はい、あ僕の葉に関してはあんな感じでしたが、そうですね、ダメですよ、まだナヤに戻ってそうか、ナヤじゃなければなんだろうな、ナヤじゃなければなんだろう、いや、あの出会う前の真面目に言い答えると、出会う前の少年と少女の話を作りたかったんです、うん、はい、そう、出会う前って僕たち常に誰かと出会う前でしょ、うん、今も明日誰かに出会うかもしれない、うん、はいはい、可能性の一歩手前にいる状態じゃないですか、はいはいはい、そういう映画を作ることができれば、うん、はい、特に思春期の人はこう背中を押されたっていう気持ちになってくれるかもしれないし、はい、こう僕らおっさんも、はい、かつて自分は誰かと出会う前の状態だったっていうことを思い出して、うん、必死に手を伸ばすっていうところに何かこう響いて思い出してもらえたりとか、はい、自分自身が何よりも滝と三葉に励まされたいという気持ちがあって、はい、出会う前の2人を描きたかった、それが一番大きかったです、ね、でも言葉としては出会う前の2人ってとてもキャッチーだし、うん、すごく惹かれますけど、うん、この言葉からあの物語を構築するっていうのがまずすごいと思うんですけど、うん、あ、そうですね、もともとは何年ぐらい前から構想されたんですか。いやいやいや、もう2年前に東方に企画書を出さなきゃっていう時に、あの宿題ではい、あのもうあと2週間で出さなきゃっていう時に、はい、その2週間で書いた締め切りの名作ですか。でも締め切りだったんです、まあ、そうなんです、締め切りだったっていうか自分締め切りがあったんですけど、でもまあ言ってしまえばその前のその自分の人生の40年間ぐらいっていうのがずっと積み重なっての2週間の企画書だったと思うので、まあ、でもずっとだって作ってらっしゃるんですから、うん、どういうのが作りたいって常にいっぱいあったんでしょうしね、はい、うん、はい、そうだと思います。なのでその2週間は比較的スムーズだったんですね。企画書はすぐに書けました。なるほど、じゃあきっかけ、まあ、難しいですけど出会う前の2人、うんうんうん、可能性みたいなものがまあ秘めてある2人みたいな出会いを描きたかったということですが、うん、です、続きましてです、まあ、こちらドン、このキャスティングを決めた理由はという、さあ、いや丸裸にしますよだからいやいや、もうあの神木くんは、はい、神木キュン、神木キュンは神木キュンはやっぱりあのいっぱいあるんですけど、はい、でも神木キュンもモネネンも、はい、あの気が散ります、すいませんあの声です、
声、当たり前ですが、まず声で、2人とも声どこか似てると思うんですよ。そんなびっくりした顔しないでください2人とも声に乗ってる情報量が他の人より少し多いと思います。声に感情が乗ってるんですよね。役者さんなので体全部のお芝居を普段なさってるんでしょうけど、でも顔も体も見えなくても今楽しそうとか今悲しそうっていうのがまっすぐ伝わってくる声を2人していて、それがすごく何よりの決め手です。あとはね、当然その芝居の力、本当に素晴らしいし、あとは神くんは可愛い、可愛いんです。可愛いもう一回目を見てみたい。神くんは可愛いすごくありがとう。滝は凛々しい男の子でなければいけないんですけど、同時にやっぱりこう可愛くなければいけないじゃないですか。三つ葉に入れ替わるので、でみんな例えば神くんのことみんな知ってますよね。で神くんが女の子に入れ替わっちゃったって思うと嬉しいじゃないですか。わかります。わかりますよね。よそういう、こうみんなが嬉しい気持ちになってくれる人に入れ替わってもらわなければダメだと思ったんです。で、神くん以外にそういう人はいないなと思って。そうです。本当に。モネちゃんもたくさんの人のオーディションの中からモネちゃんを選ばせていただいたんですけど、さっき言ったみたいに声の力、あとは彼女の存在感が僕にとってはこう三葉ってこういう子なんだっていうふうに教えてくれる存在感だったんですよね。自分で三葉ってどういう子かいまいち分かってないところが、あったんですけど、モネちゃんを見たら、あ、この子だったら来世は東京のイケメン男子にしてくださいって鳥居の下で叫ぶかも叫びそうな、そんなところも含めていろいろ教えてくれたので選ばせていただきました。ありがとうございました。こちらこそ。クリエイター特に監督ってなんか全部端の端までもうそのエゴがその行き渡ってる神様みたいな存在だと思われるかもしれないですけど、意外とそんなことないですよね。こう出会いとかで全然か、はい、まあ、ラッドのもそうですけども、はい、役者さんの芝居とかで偉そうに俺何も作ってないんですけどやっぱりそこに引っ張られて、そこにまたイメージがまた膨らんで、また作品がこう進んでいったりとかってもちろんするんですよね、はいはい、そうです、その通りです。お二人は やられてて難しかったとことかありますか。そのもちろんね、入れ替わりっていうのは、そうですね、声の仕事自体もね、役者やっててやらせていただく機会っていうのは少ないので、はい、結構まあ全部難しかったんですけど、はい、でも現場はすごく楽しく進んでいまして、僕は信長さんと海斗君と、あ、そうだ、長澤さんともに一緒にやらせていただいたんですけど、まあ緊張するわけですよ、やっぱり別の、はい、やっぱり違う畑にお邪魔してる感覚なので、はいはいはい、でだけど緊張しているところを信長さんが話しかけて救ってくれて、で、妻は海斗君同い年だよっていうことになって、同じアニメが好きでうわーって話して、あの滝の方と、はい、そのみんなで話すところとかもやれてたので、だから僕の中では本当に皆さんに助けていただいたなってすごい思ってますし、本当に楽しく、高校のあの学校の感じみたいな、そうですそうです、感じだ、友達同士の、はい、モネネは私はそうですね、私も本当に緊張しましたし不安ばっかりだったんですが、はい、でもいざアフレコに行ってみたら神木キュン神木キュンをはじめ市原悦子さんだとか長澤さんもそうですし、あとは結城葵さんとか、あと大原さやかさん、そうですね、もうそうそうたる方々がいらっしゃって、でもすぐ隣でお芝居を体感できるっていうのが本当に贅沢で楽しい時間 で、特にこの映画4日で撮ったんですけど、はい、4日目の最終日が滝と三葉のシーンだけだったんですよ、はい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 、なんでずっと朝から2人でずっと部屋に行ったんですけど、はい、なんかその密室の中で、はい、もうこの神様のようなお芝居を、はい、もう真横で体感できるっていうのは、はい実写でもなんか神キュン本当にありえないことだなと思ったし、幸せだなって思ったし、本当にもう学ぶことと吸収することが多すぎて、もう溢れてしまいそうなくらい、はい、席みたいな、じゃあその4日間だったんですね、本当に幸せでした。ということで、じゃあ続いての質問いきますか。そちらいきます。じゃあ続いての質問こちら。やらしい人ずいぶん明けすけなクエスチョンですね。そんな言い方されてなんて答えりゃいいんですけど予感はありましたか。予感ですか。
いや、予感、ただただ僕は不安でした。何が不安かっていうと、やっぱりデビューから、ね、その新海監督を、ね、追いかけてるファンの方々もいらっしゃいますし、やっぱりその方たちもそうですけど、やっぱ新海監督のファンの人たちが思うその声の雰囲気持ってるのかな、大丈夫なのかなっていうのがすごくやっぱり不安でした。そこに不安がありました。ありました。あったんですね。はい、僕も秒速からの組なので、はい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 、途中からなんですけど、だけどやっぱりその好きな人の一人として、はい、いや自分の声とか真似はしてたんですけど、高木の真似とかしてたんですけど、でもさすがにその自分が携われるとは本当に思ってなかったので、うん、そうですね、お話を伺った時は僕の声で大丈夫なんだ、まあ、ファンだからこそなんか自分が関わったことによってなんかそう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 マイナスにならないかなってすごい不安が多分大きくなりますよね。そうなんです、うん、憧れてた分だけ。そうなんです。はい、ね、2人ともねずっと不安だっていうふうにおっしゃってましたけど、全くそんな心配ないのにって何度言ってもね、うん、不安です。疑いが不安です。まだ不安です。まだ不安ですか。まだ不安ですか。この結果を受けてヒットするよ、ね、その氷川先生は、はいはい、どう思ってらっしゃいました。僕はたまたまですね、ちょっと仕事でかなり早い時期に、はい、もう2月か3月にも絵コンテ読ませてもらってて、はい、でやっぱ仕事でコンテとか読むとですね、うん、やっぱちょっと仕事モード読むんだけど、うん、途中から止まらなくなっちゃってですね、どうなんだこれあったというような、うん、まあ、なかなかめったにない経験させてもらったので、はい、結構早い時期に、うん、それでこれ君の名はっていう題名で琴の葉の次だと、はい、みんな多分もうちょっと琴の葉の延長にあるポエミーな古風な作品を連想したと思うんですけど、だから結構早い時期にみんなに違うよ、エンタメだよ、すごいことが起きるよって言って、夏には絶対する、ね、これでブームが起きるとかって適当なことを当時としては適当なことですよって言ってこれが空手型になったら困るなとか思ってたんで、ちゃんと現実になってよかったと思いました。いや、はい、確かにタイトルもその、まあ、こんな言い方していいのか分かんないですけども、だからなんかこう化ける瞬間来るっていうのは、はい、もうその時その予感があったんで、はい、それをだからどうやってネタバレにならないんですね、うんうん、みんなに伝えるかってことは、まあうん、まあ割と身の回りの Facebook とかね、そういう世界ですけど、はい、やってたんですね。そうか、まあ、そうか、そうか。いやいやいや、もう頂いてる数字っていうのが今でもちょっと現実感がなくて、はい、うん、ね、本当にそれこそ夢のような想像したことない数字なので、ちょっと今でもよくわかんないですよね。ちょっと現実感というのはほわっと、うん、だからこれ全体がもしかしたら夢なのかもしれない。あ、朝起きたら。そう気持ちが、自分の願望が、どこかね、そんな気分が未だにあります。うん、まあ、でもそうやって若い、ね、学生さんたちが見に来てて、この数字になる映画って多分他にいる理由がないと思うんですよ、うん、アニメ映画って確かに何十億って稼ぐやつあるんですけど、大体ファミリーだと親のお値段が入ってたりするんですよね。だからそういうのじゃなくて、まあ、ジブリも多分そうなんですよね、ジブリ映画にしても。そうじゃなくて本当に自分たちが見たいお金をお小遣いのからお支払ってこの額になるってことは、多分アニメ業界的にもすごい、だから本当に以前以後みたいな変化が起きるぐらいのことだと思います。エポックな、そういった意味でもエポックな作品になっているということですね。アニメファンみたいなコアじゃない人たちがそうやってわっと若い人たちが集まらないとこういう数字にならないんですよ、ね、あ、嬉しいね、うん、中学生がお小遣いをねこれに払ってくれてると思うと、電車代だってかかるんだろうし、そうです、僕の前に何年の子みんな学生証出してました。本当ですか。学生証出してました。いや、もうで、ね、そういう若い人たちがやっぱアニメっていいなと思うことが、どれぐらいこれ先のアニメ業界に力になるかってことですよね。だって本当に感動するってすごい大きい力で、そうですね、アニメっていいなと思って、ね、見た子が俺もアニメを作りたいとか、まあ、何人かはね、そういう方もいると思います。声優やりたいとかももちろんですけども、いっぱい生まれてるんじゃないかなと、うん、単純にヒットしたって大事で、本当にありがとうございますという感じですよね。アニメの未来を作ったという言い切るぐらい、いや、もう見ていただいて、ありがとうございます。もう演じていただいて、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そんなに書いてるんだ。玉子さんからいただきました、とてもハイクオリティな作品に興奮しました。もう私は映画館で買ったキャラメルポップコーンも食べず、ぐいぐい引き込まれました。一度見た後、もう一度見るとまた違う感じで、とても楽しませていただきました。新海監督、これからも頑張ってください。一消費者としてですが、一生応援していきます。ありがとうございます。ミカチーさん、同じく東京都女性の方です。先日、映画君の名を、娘と2回見に行きました。ああ、なるほど、今日の午前中に出かけるのを嫌がる旦那を連れて家族3人で見に行きました。嫌がる旦那あれほど嫌がっていた旦那が
号泣していました。これからもいい映画を期待しております。いや男性が結構泣いてるんですよね。そうですね、あの学生、今大学生なんですけど、はい、大学のクラスメートの男の子とかが泣いたって言うんですよ。男性が泣くってすごいなって私は、まあ、年寄りは泣いちゃうんですけどね、うん、40歳になるから十分泣くゆるくなってゆるくなってきますよね、うん、いやでもなんかねぐす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 してましたよ。いや泣いてほしかったし笑ってもほしかった、うんうん、今回の作品、ね、今回は笑いのがいいですね、うん、いろんなところでね、うん、そうちゃんと笑ってもいました、はい、うん、やっぱりなんかうーん当たり前ですけど劇場で見るのがいいなと思いました。なんかみんなの反応が聞こえてくる中でこういう作品見るのってとってもいいなと思いました、うんうん、ね、もちろんね DVD が出たら買っていただきたいそうだ共通体験いいですもんね、ね、劇場の、そうですね、暗い中でね、ということでございまして、あっという間にもう取り上げてください。あら、いつの間にやら早いな。秒速が終わってからもう1時間経っております。あら、そうですか。そうなんですよね。あっという間に、ね、ごめんなさい、まあ、公開中の作品なんでですね、あのなんか中身に関するいろいろこれ大事なことはちょっとね言えなかったりもしたんですけれども、ぜひ皆さんね劇場に、まだ見てないという方は、足を運んでいただきたいと思いますが、さあということでございましてですね、あっという間でございますが。最後告知がございましてあります。告知なんかありますか？告知の部分ってなんかあの告知の部分ない。あ、大丈夫ですね。あ、了解です。ないです。ないです。じゃあ最後に皆さんからですね、番組をご覧の皆さんにメッセージなんかお願いしたいと思います。じゃあモネネから。モネネ。やめますか？やめますか。順番じゃあ先に考えていいですよ。いや大丈夫です。最初でいいですか？今日はあのお付き合いいただきありがとうございました。本当に楽しい時間で。私もあの新海監督の作品大好きなんですが、まだまだあのスタートラインに立ったばかりというか、なのでこう皆さんにいろんなことを教えていただいて、そしてコメントと会話をしながら本当に楽しい時間でした。あの絶賛公開中で本当にたくさんの方に見ていただいていて、もう感謝感謝です。ぜひぜひ2回3回と見るとまた受け取るものも違ってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひまた足をお運びください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。さあでは神木君、はい、いきます、今日は本当にありがとうございます。本当に皆さんに見ていただいてるんだなって、あのすごく本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そうですね、あの映画、あのまずはラッドウィンプスの前前前世、まあその他こういっぱい曲ありますけど、もう一回ちゃんと聞いて映画館にまた見に行っていただきたいですし、秒速今回ね生放送でやりましたけど、次は琴の葉の見てからあのまたもう一回見てほしいんです。よろしくお願いします。ここテストで出ますよ。大丈夫ですか？お願いしますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。では氷川さん。はい、そうですね、まあ、この作品ですね、 ある種日本のですねアニメーションの歴史がもう全部寄り合わさってね、そう先ほどの糸が編み合うようにですねしてできた作品なんですよ。あの市原悦子さんがキャスティングされてるってだけで僕の胸は結構ときめいたりしてしたわけなんです。あの宮崎高畑さんのね原点であるホルスの大冒険の主演ですから、まあ、そういうことも含めてね本当にいろんな人たちが積み重なって出来上がったアニメーションっていうもののなんかその素晴らしさというのをですねぜひ味わっていただいて、まあ、この映画も何度も見ていただくと本当に、いろんな発見があると思いますので、アニメーション好きになってもらったなと思います。よろしくお願いします。では最後は監督から。はい、そうですね、秒速5センチメートル見ていただいた方どうもありがとうございました。あの古い作品なので僕は本当に恥ずかしいんですけど、あのお付き合いいただいて嬉しかったです。君の名はそうですね、あの神木キュンとモネネンとあとラッドウィンプスと、あと僕今日代表してここに座ってますけども、あの本当にたくさんのすごく才能のあるスタッフが1年以上の時間をこの作品に捧げてくれて、織り上げてくれた作品です。自信作ができたとあの本当に心の底から今は思います。まだ見ていない方はぜひ、楽しい時間をお約束できると思いますので、ぜひ劇場に足をお運びください。1回見た人は2回見た方がより楽しいし、4回目ぐらいまで楽しいと思うので、だいたい4回に達するまで皆さん見て、あのお金があればね、あの厳しければ
はい、でも1回でももうとにかく劇場に来ていただければ幸せです、ぜひよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。まだ1回しか見てないという方4回見ていただければ空前の大ヒットですね、これは。そうですね、つながると思います、というわけで短い時間ですが皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。お会いしましょう皆さん、さよなら。